鶴屋吉岡店開店でございます。どうぞ。おめでとうございます。特集です。昨日13日群馬県吉岡町に長野初のスーパーマーケット鶴屋吉岡店がオープンしました。群馬県内で3店舗目の出店の一方で、周辺の道路では店舗へと続く交差点で車両が曲がりきれず、道路の混雑する様子も確認できました。そんな混雑から9時オープンの予定もわずかに早まりました。そんなオープン初日の様子を振り返ります。また概要欄にはオープニングセレモニーから開店の瞬間の様子をノーカットでお伝えしているので、そちらも合わせてご覧ください。群馬県高崎市。オープン当日の朝7時15分ごろ、関越自動車道前橋インター付近の様子です。吉岡町の駒寄せスマートインターチェンジへ向かう道中、特に目立った混雑は確認できませんでした。そして吉岡町に入りました。鶴屋吉岡店前に到着した朝7時半ごろ、すでに開店を待つ人の列がありました。多くの開店祝いの花も贈られていました。次第に列は長くなっていきます。8時20分頃にはさらに多くのお客さんの姿も。そして8時40分頃、吉岡店のオープニングセレモニー開店式が始まりました。ご来賓の方々を代表いたしまして、吉岡町町長柴崎徳一郎様にご挨拶を頂戴いたします。柴崎町長、よろしくお願いいたします。皆さん、おはようございます。ただいまご紹介いただきました町長柴崎でございます。鶴屋吉岡店開店セレモニーの開催にあたりまして、一言お祝いを申し上げます。長野県小諸市を発祥の地とされる株式会社鶴屋が群馬県に進出され、県内3店舗目としてこの吉岡町大久保の地に新たに大規模店舗を開業されましたことに心よりお祝いを申し上げます。皆様もご承知の通り、吉岡町は駒寄せスマートインターの大型車対応化をはじめ、県道南新井前橋線バイパスの開通など交通の要所として発展し、商業施設には町内外から多くの方が訪れ、にぎわいを作っていただけるものと確信いたします。株式会社鶴屋さんは豊かな食生活の創造を企業理念に、優れた味と鮮度の高いサービスの提供を通じて、お客様の健康で豊かな食生活に貢献することを目指す高い理念を持った企業であると聞いております。地域に根ざした店舗として生産者と連携しながら、吉岡町の住民はもとより、近隣の住民の皆様の健康で豊かな食生活を支えてくれることを期待しております。本日は誠におめでとうございます。引き続きまして、株式会社鶴屋代表取締役社長掛川健三よりご来店のお客様にご挨拶申し上げます。皆さん、おはようございます。鶴屋の社長の掛川でございます。本日は朝早くから、鶴屋吉岡店の開店にご来店いただきまして誠にありがとうございます。またただいま柴崎町長様からご挨拶いただきまして、しししと責任を感じる次第でございます。鶴屋は、合言葉が、新鮮爽やかハーモニーと言います。
スーパーマーケットですので、新鮮な商品、そして爽やかな接客と店舗でお客様と一緒に育ちたいというふうに願っています。その新鮮爽やかの、文字を取りまして、しんちゃんとさわちゃんというマスコットがおりますので、よろしくまたお願い申し上げます。皆さんも長い間お待ちだと思いますので、本日は少し開店を早めまして、私のご挨拶が終わりましたら即開店させていただきますので、もうしばらくお待ちください。また、皆様と共に末永く、この地で、育ちたいというふうに願っておりますので、また引き続きご指導よろしくお願い申し上げます。本日はどうもありがとうございました。竹川社長より皆様にご挨拶を申し上げました。8時46分ごろ、それでは参ります。群馬県吉岡町に群馬県3店舗目の鶴屋がオープンしました。よろしくお願いいたします。そして8時48分、お客さんの入場が始まり正式にオープンとなりました。大変お待たせいたしました。鶴屋吉岡店開店でございます。たくさんのお客様に早朝よりお並びいただき誠にありがとうございました。ただいま鶴屋吉岡店は午前8時46分にテープカット、その約2分後の8時48分には予定の9時よりも少し早いオープンとなりました。早朝よりお並びいただきましたお客様には大変長らくお待たせいたしました。店内商品豊富に取り揃えておりますので、ぜひごゆっくりとお買い物をお楽しみくださいませ。ただいま順番にお客様を店内へとご案内いたしております。列の後ろの方、最後尾のお客様、もうしばらくお待ちくださいませ。ただいま鶴屋吉岡店開店いたしました。開店の一方で鶴屋の最寄りの交差点、大松交差点、ここでは鶴屋へ向かう周辺道路は大混雑となっていました。反対車線も長蛇の列です。日本道路交通情報センターによりますと、昨日13日の午前10時55分現在で吉岡町大久保大下付近で 0.9 キロ、吉岡町大松付近でも 0.5 キロの渋滞だということです。そしてオープンから約1時間後の午前10時、先ほどと変わらず多くのお客さんが訪れていました。画面奥側から手前側へ歩いてみると、早送りで見てみると少しずつ進んでいるのがわかります。事前の情報によりますと、駐車場の台数は400台、レジの台数はこの日15台フル稼働していたということです。今回の鶴屋吉岡店のオープン初日の混雑、向かい側にはジョイフルホンダが運営する仮称ジョイホンパーク吉岡が建設中です。近年続々と大型店が進出する吉岡町、一方で問題となる渋滞の対策、そして群馬県4店舗目を再び前橋市内に進出すると発表している鶴屋の今後の動向にも合わせて注目です。